はい、中年オタッキーです。今日はね、台風の中、すみません、移動してるんですけども、ちょっと急いで移動しなきゃいけないんで、まあ、この仕事4時間に30分は休憩しなければならないという法律があるんで、この30分で動画を作ろうと思いまして。で、手の込んだことできないんで、ツイッターだったかな。で、お店でジャンクカメラを買うときにね、どんなことをチェックしてるかという、話がありましたんで、ちょっとそれをネタにしていこうと思います。それでは本編スタート。はい、まず、皆さんどういうところでジャンクカメラ目にしますかね。大半の人がね、多分ハードオフ、まあ関東の人とかだとね、日本橋だったかな、で、あのカメラ屋さんとかがジャンク市とかやってるんで、そういうのを見る人もいるでしょうけど、まあ一般的にはハードオフとか、まあ僕の場合は骨董品店とかもあるんですけど、で、まずね、そのどういう選び方をするっていう前に、こういうのは買っちゃダメっていうのは一番にね、まずあの動作確認をさせてもらえない店、これはもうねアウトだと思いますね。買わない方がいいです。カメラとかレンズはねビニール袋に包まれちゃって、もうね、あの 見ちゃダメ、開けちゃダメっていう店は、ではもう買うなっていうことですね。で、そういう店はね、だいたい値段も高くつけてますし、使えるかどうかわからないものをね、お金出して買うっていうのはね、ちょっと論外だと思いますね。もうそういう店は、なんか、個人的に考えても潰れろって感じ。ハードオフの中にもね、そういうお店あるみたいなんで、ハードオフ、私、日本全国、津々浦々、あっちこっち行ってます。東は栃木からね、西は九州までね、仕事のに囲つけてね、あちこちのハードオフ寄りますけど、本当にいろんな店があるんですよ。四国、高松の中でもね、同じカメラで値段が倍ぐらいするとかね、なんかそういうとこもありますしね、ちゃんと見れればまだいいんですけどね。で、次に本題に入っていきます。どういうところをチェックするかですね。まあ僕もいろいろなカメラをハードオフとか骨董品店とかで買ってますけど、これはハードオフで買いましたね。EOS55、このレンズもハードオフで買いましたね。で、これは骨董品店で買いましたね。これヤシカ、エレクトラ 35GS ですか。で、これは、ヤフオクの、ジャンクカメラセットについてきたやつですね。これは骨董品店で買ったんですけど、まずね、そうですね、一番にやることはパッと見てレンズが綺麗かなとか、で、シャッター切れるかなとかね、シャッターが切れるか、ほんで、その辺が終わったら、今度フィルムの室内をチェック。で、ちゃんと動いてるか、このすごく大事なのがね、動かすとこは全部動かせる。ね、動くとこは全部動かしてみる。というのがすごく大事です。それでね、やってると何かガタがあったり、変な音がしたり、動いたり動かなかったり、例えばシャッター一つにしてもね、切れたり切れなかったり、するんですよね。どこに置いたかな？あっちだ。あった。これジャンクカメラ 3台まとめて、落としたやつについてきた。例えばこいつなんかね、ほら、これミラーアップしたでしょ。ね、まともに動く時もあるんですよ。まともに動く時もあるけど動かない時もある。そんな感じで何度もやって、何度やっても同じように動くかチェック。それが済んだら、レンズの場合だとね、ちょっと今バルブでできるレンズで、見れるやつないんですけど、レンズの場合だと、キャップを開けてね、こう光源に見てね、こう照らして、中身の状態をね、こう入念にチェックしてください。で、どのぐらいのカビとかどのぐらいの汚れがあるか、このぐらいだったらまあいいかなっていうね、ジャンクカメラなんでね、大体何らかの不具合はありますんで、妥協点を探っていく形ですね。まあそれで値段が安かったらまあ買う。で、僕の場合は骨董品店でよく買うんですけども、
この状態でこの値段はないだろうとか、もうあの僕が行く骨董品店はね、もう最初から値付けされてないんですよね。でガチャガチャに積んであるんですよ。で欲しいの適当にまとめてきて3台で2000円でどうとか交渉するんですけどね。あの個人店でね、そういう骨董品店とかやったらそういう交渉もあれです。これね、なかなか綺麗なカメラですけど、今試写してますけどね。もちろんね、失敗することもありますけどね。で準備ですね、ジャンクカメラを買いに行く前に準備、準備結構大事です。まず電池ね、この電池、これは 4LR44、これは 2CR5、これ LR44 ですね、見えるかな。であと単三電池とか単四電池とか他にもいろいろ電池あるんですけど、オートフォーカスのカメラ、オートフォーカス自体のジャンクカメラを買うんだったらこの 2CR5 とか、なんだっけ、CR123A とか、その辺の電池は持っていった方がいいですし、電池で動くカメラをね、あのジャンクで買うときはね、必ず一度電池を入れて電源が入るかどうかはチェックしてください。電源が入らなかったらもうねゴミなんでね、はっきり言ってね。でこの電池がいらないやつ、例えばね、このオリンパスペンとか、トリップ35とかも電池いらないんですよ。電池いらないやつはね、シャッターを、これ、オリンパスペンとか、トリック35はシャッターオートがあるんで、オートに選んで、で、明るいところに向いてシャッター切って、暗いところを見てシャッターが切れないかとか、そういうチェックをしてください。今、オートになってないな。老眼あかんな。シャッター切れない、シャッター切れない、シャッター切れない。はい、切れるみたいな感じでね。上がり、これね、電池がない代わりにね、このセレンコ電池で、ね、発電してるんですよ。光、太陽電池ですね。光に、当たると発電してシャッターが切れるっていう構造になってます、この手のカメラ。このね、ギザギザの窓が目印です。これはサークルアイって言って、レンズの周りに、ガラスがついてる。この辺についてるやつとかもあります。これギザギザの窓がついてるやつは、シャッター、オートにして、シャッターが明るいところで切れて暗いところで切れないとかを確認。で、ここまで話しましたけど、ぶっちゃけね、直せる技術がある人はどんなカメラでも直しちゃうんですね。だから直せる技術があったらね、どんなもんでも持って帰ってきていいとはいいんですけども、多分ね、そんなにね、直せる人っていないと思うんで、で、ハードオフでも骨董品店でもそうですけど、ジャンクカメラだからといって壊れてるとは限らないんですよ。だからジャンクカメラの中でいかにね、壊れてない、まともに動くものを選ぶ、ということでね、とにかく、ね、基本は、すいません、電池は使う、電池は入れる、ね、で動かせるところは全部動かす。で、それで違和感があれば、電源が入らない、違和感があるっていうのは、避けた方がいいと思います。今日の動画はこんな感じになりました。ちょっとね、簡単ですけど、お盆休み前でね、ちょっとメタメタにやられてて、今日は台風のおかげで道は空いてるんですけどね、ちょっと先を急いでるんでね、こういう動画しか作れませんけど、またね、この話はね、もう一度ね、ちょっと丁寧に作り直すかもしれませんけど、今日のところは時間がないので、この辺で、まだまだ走んなきゃ、今日ちょっと橋が止まってるんで四国に帰れないんですけどね、もしかしたら橋の手前でもう一本ぐらい動画何時間はまるか分かんないけど作ることになるかもしれませんけど、とりあえずその手前の道路が通行止めになったら本当に帰れないんで急いでます。まあ今日の動画はそんな感じです。カメラのね話ばっかりね大体やってますんで、カメラ好きの方、チャンネル登録していただければ嬉しいです。あと今日の動画もね、今日の動画大して内容は濃くないですけども、グッドボタンを押していただければ嬉しいと思います。では次の動画までまたお待ちください。それではまた。